はい、どうも、副島マックスです。今日もまたビールを飲みたいと思います。先週ビールレビューアップしたら結構皆さんコメントをくださいましたね。ありがとうございます。やっぱり皆さんビールレビュー待ってたんだね。ごめんね、待たせちゃって。ちゃんとやるから。ついてきて。はい、This is 副島マックス。What's up, everybody? So, tonight, I'm gonna drink Japanese beer again. Welcome back. サントリー、和膳。和膳。わっぜん、わっぜん、わっぜん。ドイツ語みたいだね。わっぜん、わっぜん、わっぜん。いい感じの泡ですな。わぜん、和食の生ビール。うまみ、繊細。和食の繊細な味わいに合わせ、厳選した素材のうまみを丁寧に引き出しました。と書いてます。Wazen has delicate umami taste and smoothness. It adds delight to your dining experience. 天然水 100% とも書いてます。はい、どんどん行こう。おい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 、もうちょい入るかな。入るかな。はい、入ります。はい、入った。うん。入りました。サントリー Wazen。いただきます。これはビールだ。ビールの味がしっかりする。ちょっとビールが飛んでしまいましたね。まあ悪くないですよ。まあビールの味がしっかりしていいかなと思いますけども、こんなもんかな、こんなもんかしら。まあいいビールではあると思いますけども、逆に言うとちょっと特徴が薄いかなという気がしますね。悪くないけど、この味はちょっと飽きるかも。これはこの一杯で十分だな。2杯も3杯も飲みたいというビールではないな。繊細な味なのかな、これは。それなりに味はあるんですよ。で、苦味もあるんです。だからすごいビール感はあるんですけど、なんかこう、もう一つパンチが足りないような、そんな印象ですね。はい。ではまず、採点をします。It's rating time! サントリー和膳、テイスト17点、バランス20点。バリュー価格ですが、350ml 入りの缶で224円でした。消費税が 8% に上がったからちょっと値段も上がっちゃった。そして私の好み、マイプリファレンスが13点で、トータルが67点シャーシャー、鷹の爪。今日はおつまみありません。今日は残念ながらおつまみがありませんが、ちょっと飲みましょうかね。あ、もうちょっとだな。でも本当に、まあ喉越しがすごくあっさりしてて爽やかに飲めるから、後味が強いビールは苦手だなという人はこれが向いてるかもしれません。大阪春夏秋冬というアイドルグループと、よくカバーソングを作っています。ブルーノ・マースのライジソングとか、ジャスティン・ビーバーのベイビーとか、僕すごいマイケル・ジャクソン大好きなんですけども、マイケル・ジャクソンの、ジャクソン5の I want you back、 いい歌ですねこれね。そして最近、スパイス・ガールズの Wannabe をやりましたね。これね、僕この曲大好きなんです、 Wannabe で。今、大阪春夏秋冬とのプロジェクトももうね、すごいクライマックスに向かっておりまして、今日ね、いいものができたんだよ。これは今回のこの大阪春夏秋冬のプロジェクトの T シャツなんです。T シャツ、はい、大阪春夏秋冬 T シャツ、かっこいい。このプリントがね、うまくいってね、本当ね、気に入ってます。はい、というわけで今日はこの辺にしたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録などしていただけると、すごく嬉しいです。Thanks for watching. Did you enjoy it? I hope so. Already you have watched my other movies, so please subscribe my channel. I hope see you again here. See you next time. Bye bye. バイバイ。バイバイ。じゃあまたね、みんな。